どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回はですね、トマトの2本仕立てのやり方をご説明したいと思います。これまでもね、トマト栽培についてはいろんなね動画をアップしてきたんですけれども、今回はですね、2本仕立てといって1つの株から2つの枝をですね出して収穫量を増やす、そういうね育て方をご紹介したいと思います。はい、それではですね、トマトの2本仕立てのやり方をご説明していこうと思います。今私はですね、ここに1本の脇芽があります。これ実は脇芽なんですね。でここに1本の主芽があると、こんな風にね一応2本の状態になってます。でここまでどうやってやったかというと、一番最初ねこれがどんどん発達していきますよね。でそしたらこの株元から、株元もここですね、株元から発生しているこの葉っぱの根元から出ている脇芽、これをね本来ならすぐに取るんですけれども、これあえて取らずにずっとね残しておきました。でそれ以外の他の脇芽についてはもうね全部取ってます。で一体どれが脇芽なのかわからないみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう人はね、別の動画で脇芽について解説しているので、ぜひねそちらを見てみてください。はい、というわけでね、1本のこの主芽、それから1本の脇芽を残して、こんな風にね2本の状態にしました。でもともとトマトっていうのは1本の仕立て、1本仕立てというのがね非常にポピュラーなやり方です。なんでかっていうと、そのやり方の方がね非常にシンプルで分かりやすくてやりやすいからなんですね。でじゃあなんでねこういうふうに今回わざわざ2本仕立てにするかというと、1本のね株を使って2本のねこうやって枝を作ることで、単純に考えたら収穫量がね、2倍になりますよね。でただ、残念ながらねやっぱり2倍まではいかなくて 1.5 倍ぐらいまでですね。どうしてかっていうと、どうしてもね根っこの量というのは限られてますし、それから光がね当たる部分についてもちょっとね他のね枝が邪魔をして影になってしまったりするので、どうしてもね2倍まではいかないんですけれども 1.5 倍ぐらいまでの収穫量を取ることができます。というわけでね、このね2本仕立てのやり方ちょっとご説明しようと思います。1本仕立てだったらねこんな風に1本だけの支柱を立てればいいんですけれども、2本あるのでそれぞれに1本ずつなので、合計ね2本の支柱が必要になります。今ねこっちの脇芽にはぴったりねこの支柱がいい感じにね沿っているんですけれども、こっちのね主芽の方に、支柱がですね1本もなくて、今隣のねキュウリのところにこうね邪魔をしてしまっているので、ここにもね1本支柱を立てて、そこにねこの支柱を沿わせる、そういうところをねちょっとご説明しようと思います。今こんな風にね株元見ていただくと、普通にここに株が植わっていって、でこのね脇芽の方に1本支柱が立ってますよね。なのでこのね主芽の方にももう1本ここにね支柱を立てて、そこにこっちを沿わせていくと、そんな風にねちょっとやってみたいと思います。2トン仕立てのね仕立てが終わりました。こんな風に株元の両脇にね2本の支柱を立てて、こっちのね主面の方を8の字結びで結んで、あとこっちもね8の字結びで結びました。でここもね、最初からここは株元を8の字結びで結んであって、でここもねまた8の字結びで結ぶと。というわけでこうやってみると、1株が枝分かれしてそれぞれ1本2本と、これがですね2本仕立ての仕立てのやり方です。でこの後も変わらずですね、こいつが伸びていったらどんどんねこっちの支柱に8の字結びで結んでいって脇芽を取る、でこっちも伸びていったらこっちに沿わせていって脇芽を取ると、という感じでどんどんね2本伸ばしていけば OK です。そうすればね収穫量としては 1.5 倍くらいが見込めるかなと思います。はい、でこうやって育てるとやっぱね1本仕立てでここでやるときよりはちょっとね両幅のスペースを取ってしまうので、これをやるんだったら最初からね植える間隔をちょっと広めに取っておく、そういうことがね大事になります。でもね2株を植えるよりはこのね1株で2本仕立てでやった方が、2株でやるよりはねスペースとしては、小さくねできるかなと思います。でこのやり方はですね、今回この畑でやったんですけれども、植木鉢とかプランターでやる場合にも一応ね応用はできます。でただちょっとね葉面積が大きくなるので、土の容量がね普通のよりもちょっとね大きめの方がいいですし、それからねちょっと周りのスペースを取ったりとか、あとこのね2本の支柱をその植木鉢なりプランターに立てなきゃいけないので、ちょっとねそこら辺の工夫をしないとなかなか難しいんですけれども、可能はね可能です。こんな感じでですね、トマトは1本仕立てだけではなくて、こうやってね2本仕立てでというやり方もできます。それからね、私他の動画ではアジサイの支柱を使ってねぐるぐる巻きで
しかもね、2株を植えて収穫量 1.8 倍ぐらいを目指すというねやり方もご紹介してます。ぜひねそちらも合わせてみてください。はい、というわけで今回のね動画はこれで以上にしようかなと思います。今回の動画役に立ったという人はね、ぜひいいねよろしくお願いします。それから動画に対してのね質問とか、こんな動画を作ってほしいみたいなリクエストがあったら、そちらはですねぜひコメント欄の方に書いてください。それからですね、チャンネル登録していただけると私非常に嬉しいので、ぜひねこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではね、次の動画でお会いしましょう。ではまた。